私服警官たちに今は待ての指示を出す。おとり誘拐されたパンパースデカ。かっけえな。デカポン。表情もぴったり。発想。ほにゃららね。もう大丈夫だ。救急車が来たぞ。引いてごめんね。お前か、カル。反省してねえな。謝れて偉い。再配達10回ですよ、10回。かわいい。残業代割増してあげて。かわいそう。ごめんなさい。待っても待っても友達が来ない。さっき引いたの友達かもしれない。実はよ、それはやばいって。唐突に怖い話。友達じゃなくてもやばい。胴上げした先生が落ちた。当然、4人って。だから胴上げは良くない。いいから救急車。ショータイム。うまい、イム。名前はショータ。時代を捉える仏。その顔で、お足して面白くしてください。スタバ店員、復唱させていただきます。その顔でキャラメル巻きアートですね。やかましいわ、別にいいだろ。どんな顔だよ。それ以上復唱すんなよ。ライブ中にちょくちょくトイレの場所聞かれる。優しい、ちゃんと教えるのね。曲を聞かせろ。そんなにわかりづらいのか。ほれほれ。どうした?愛と勇気が友達なんだろ?悪魔、お前は友達じゃない。何の恨みがあるんだ。目が怖い。ナースコール30回目で隠しキャラ登場。これは当たり、そういうお店。普通に迷惑。サービス精神。逆立ちすると 1.5 倍に増えるものは ?6。正解、ポケロや。おう。なんだ、天才かよ。前のコンビニ、どいてちょうだい。おじいちゃんかわいそう。どうやって?無理無理。免許返納案件。竹竿や部位を使って溺れている人の後方に投げ引き寄せる。浮き輪をフェイクに使い、安心しきったところにシャイニングブレード。とどめ、有段者の動き。確信犯。ゲームセット。たかしくん、ほにゃららよ。いでよ。いでた、溺れそうな髪で草。どこに召喚してんねん。そうきたか。本当にカタログと同じく切られた。間違ってはない。うますぎ。これなら許せる。いや許せねえだろ。後藤に追いつけると、おもろくなりそうな単語。もろい。これは天才と言うしかないですね。星3つだし座布団3枚。おもろいな。笛を打たれて吹いてしまった。ゆいと付き合いますように。たくま?たくまくんからの告白をなんとか断れますように。ゆい。筆跡が同じという悲しさ。ゆいのがあえて崩して書こうとしてる感。そんな時もあるよ。どっちもちょっと下手なのが面白い。多重人格の間で恋のトラブル?サッカーで例えればオウンゴールやらかした。すべてを悟ったかのような冷静さ。例えてる場合ではない。被害人だわら。やばいということは伝わるね。熱中症かしら?水もらうわよ。わかってんなら水あげろよ。キンキンに冷えてやがる。キチ君。毒親。中で誰かに手を握られた。なんかいるん?キリンの中身。キリン仮面こんにちは。怖すぎ。オレオレ詐欺対処法。レベル1。すぐ切る。レベル2。息子いませんけど。レベル999。さっき振り込んでくれたお金ありがとうね。おじおじ詐欺。あ、そっち?こっちが焦るわ。同業者押す。プロペラが止まってしまったので急いで降りる。いやいやおかしいおかしい。各隊員は各婚者のヘリコプターと察したのですね。そんな余裕ないでしょう。ぺちゃんこになりそう。湯切りに失敗した時に言うとかっこいいセリフ。要排水口、どうだうめえだろ。ソースもかけてくれよ。排水口次は一平ちゃんが食いたいぜ。ミスフル風に言うとタラちゃんしちゃった。排水口俺猫下なんだが。第三隔壁突破されました。もう持ちません。ちい化け物め。まだだ。第四隔壁及び第五隔壁を起動わずかでもいい。食い止めろ。もう持ちません。くさ。上映途中の入館。なるべく光が入らないようにして中に入る。迷惑。言うわこういう客。はよ入れ。本当に景色を見るためだけにこんなところに来たと思う?で、先に食われる。サイコパス。ああ、泉が赤く染まる。この後めちゃくちゃせ。君の夢は?甲子園に行くことです。プロになることです。
あと6人揃えることです。漫画の主役の学校かな。甲子園どころか地区大会すら厳しい。優先順位を分かってらっしゃる。廃部寸前やん。ちょっと伝わってないみたいなので、絵を描いて説明しますね。意味ないよ。だから伝わらないんだよな。ジェスチャーか手話にしましょうか。バカやん。待てるパーン。なんかちょっと可愛い。お、実写？またなとったん。何人行くねん。童話、北風と太陽における気まずい展開。脱がせた体にいじめの痕跡。これは確かに気まずい。性の字がたくさん。確実に太陽のせい。慌ててフーフーし直す北風。女性専用車両乗ったらこれ。見ちまった。タイミング。気まずい。たまたまついてなかったね。女性だけに。ボケてください。飯はまだかの。ガチやん、おじいちゃん。さっき食べたでしょ？どんなお願いだよ。どうしよう。めっちゃ頑張って通訳してくれてるけど、今さら日本生まれ日本育ちなんて言えねえよ。優しい。言ってもええんやで。しかも若干違う。校長の話2回も聞くのか。雨うぜえ、ほにゃらら、雨大好き。好きな子の服透けさせようか？スケベ、単純。俺も俺も、代価がすごそう。背後に危険を感じたので慌てて食べる。今がチャンス、見てないうちにね。圧倒的猛者感。意外と小食パターン。メルカリになぜ私の写真が。固まった、取り下げよう。アイコンかもしれない。隣に出品者が。一斉の腕、一。初手負け、二。三。田中、今夜は俺の行きつけの店に行かない？シャベルネクタイって珍しいですね。華麗なかわし、何系に行くの？田中は青ネクタイ。なお主導権はシャツにある模様。おばあさんはスズメを捕まえてハサミを持ちました。スズメはホニャララと言いました。この状況からでも入れる保険があるんですか？今すぐお電話ください。受け取り人はおばあさん。バイバイしてる。ばあちゃんの筋肉。まだ透明になれてると思ってる。服はあるのね。なぜ透明になると裸になりたがるのか。あそこは透明。つらかったね。隕石が降り注いできた時、弱者、ショックで気絶、一般人、愛する人に別れを告げる、強者、受け止める体制に入る、吉田沙織。あ、注文したやつだ。注文すんなよ。何に使うんですか姉さん。値段が気になる。なんと、片手で。将軍様のミサイルどうだった？爪楊枝。爪楊枝、リンゴがミサイル。満面の笑み。一人羨ましそう。あの床屋が潰れますように。終わった、逃げられないぞ。能力の無駄遣い。だから美容室にしろとあれほど。乗れ早く。無理無理、痛い痛い。怪獣の顔。多分乗れる。飯直助、江戸城に向かっている時に襲撃を受け、短銃で撃たれた後、乗っていた籠を何度も刀で突き刺されほにゃららと言った。わしゃ黒悲劇機一発か。余裕か、アウトです。のんき。それで天高くまで飛んだのか。問題。体はとっても細いのに、とっても重い動物は、メンヘラ女。愛が重い、大正解。中には体も心もね、美人で思いやりがあればそれでもいい。ほにゃららだけで、子供二人を育てています。試食コーナー。最強親子、噂のお客様。有能なのか無能なのかわら。よくもまあこんなに立派に。ハッピーセット二つ。かわいい、ダリルか。ドリンクはオレンジジュースで、子供か。ほにゃららが止まらない。鼻血。いちいち見せるな、どこじゃなくて近よ。汚ねえ。途端にティッシュに見えるな。なんでクマ飼ってるんですか？ピザワッシュ、配達員の鏡、なんで生きてるんですか？ピザそんな頼む？かわいそう。で、帰りは誰が運転するんだ？らっしゃい、てかそんなところでお鍋すんな。おいいいいいい、すき焼きか、ええな。緊急事態、レベル1、お客様の中にお医者様はいませんか？レベル10、お客様の中にジャンボジェットの操縦経験がある方はいませんか？レベル100、お客様の中にホニャララはいませんか？飛行機、何に乗ってたんだろう？いねえよ。手を広げてブンって誰か来そう。呼んだ？
いらっしゃいませー。どうぞこちらへお座りください。外はお寒うございましたでしょう。おしぼりどうぞ。ああ、どうも。ふう、生き返ったぜ。ほにゃらら。かしこまりました。お会計で。何しに来た？板前切れてるやん。おしぼりや、店舗。不思議なポッケで叶えてあげよう。凄むかボケるかどっちかにしろ、これがハリウッド版か。白い粉出てきそう。景品でもらったポッケみたいだけど。あたし、ドコモだから大丈夫やったわわら。何の画像？それを言ったらダメだろ。あたしは iPhone、まさに相関。もっと振り込まなきゃ。おばあちゃん、危ない。虜になってる。子供いないのにオレオレ詐欺に引っかかるなんて。アンミカが言ったら怖いことランキング第1位は、血の色って何種類あるんかな？そのまま200色あんねんでも十分怖いわ。すでに知ってそう。あんた生きてても何の役にも立ってへんやん。わろた。森泉第三形態。くさ、生まれの割に骨格が下品だと思っていたんだ。森光は？さすがにきつい。全員医者だった。多分医師会の慰安旅行。倒れた人を確定で救える世界線。多分具合悪くなった人も医者。逆に困る。男は理系、女は文系、おかまはどんだけ。一向にかまへんぞ。何を学ぶんだ。文系の俺はどんだけってことか。天才やろあら。こんな恋愛シミュレーションゲームは嫌だ。ヒロインが浮気している。攻略の手段が全部犯罪行為。絵が全部イラストや。12秒のお姉ちゃん好き。むしろやってみたい。これをやりやがったアニメがありましてね。で、ナレーションはゆっくり。息子のスマホを没収したら夕食のノリを見始めた。もうダメみたいですね。これは2年前の俺だ。禁断症状、その手があったか。上司、今日契約取れなかったらうちの社員じゃないからな。帰宅後、上司、契約どうだった？俺、上司ずらすんな。取れなかった。確かにもう社員じゃない。正しさとは、早い早い。そろそろ顧問来そうだから始めとくか。弱小チームにありがち。こういう時に限って遅くなるやつ。このキャプテン好き、やば。パパ、ほにゃららデートしよう。アップ。意識改革か。ごめんなポンコツで。パパさん大変やな。おとんロボか。今月ね、お一言でまとめてください。誤射。シンプル、まとめたな。だね、一発だけなら誤射かもしれない。同時に倒さないと復活するタイプ。わかる。ジェミニゾディアーツ。ザオリク使ってくるやつ。こいつら倒すために戦略練ったな。もういいよ。かわいい。これは見つけられない。後ろの青いカバーが怪しいぞ。見つからないふりをするこっちの身にもなって。ブックオフ店員買取10冊で100円になります。まだ良い方。確かに元気出して。初めてのブックオフ。またジジイがリードだけ持って散歩を行った。人はそれを徘徊と呼ぶ。表情が完璧。またかよ。哀愁の表情の中に小さい怒り見える気がする。さっきからお腹が痛いと訴えていた山岸くんが急に静かになった。限界を超えた。これは出ちゃったか。賢者タイム。紅葉高校のアイドル二人。機械化だな。これくらい素朴な方がいいと思うが。穴があればいい。でもいいカップくらいあったりするんだよな。今度は試合がある日に来たいね。何しに来たんだ。不法侵入わら。とりあえず飲み物買って着席してみた感じ。ここで試合を妄想するのが楽しいんだ。化粧を取ってって言ったのはあなたよね。これが現実。努力の証。みんながそうとは限らない。眉毛ねえ。一人だけめちゃくちゃ課金してるやつがいる。後ろの自転車もなかなか良いからだ。一瞬でわかるやつ。こういうやつに限って弱いんだよな。なんかここにいると父さんの中にいた頃を思い出すよ。そんなやつおらん。そわろた。お前は熾烈な競争を勝ち抜いたんだよ。そっちの記憶。今度こそは花婿を食べないと誓いますか？誓うけど保証はしない。性的な意味で。常習犯やん。許したんか。なんかずっとヘリコプターがこっちに向かってきてる気がする。着陸される。胸元にまとわりつくドローン。逃げても追ってくるから。へ、無理だから。絶対無理だから。
日替わり定食がライス定食だった。どんまい。ご飯味噌汁サラダ2杯目は意味わからんやろ笑い。学ランのアンドロイドが、デブマッシグラウ。アマゾンプライム会員に入ったが思っていたのと違った。かなりのプライム感、そっちのアマゾンか。むしろ会員になろうか検討しちゃう。草越えてジャングル。いないいないばあ。会計高い高い。若いちゃんねいないいないばばあ。水割り薄い薄い。確かに高そうな感じ。ただのぼったくりばあ。アニメや映画の題名に2文字追加して台無しにしてください。ハリーポッターと賢者の尿路結石。非合法ポーション決めすぎるから、賢者様病院行こう。ある意味で高度な錬金術ですな。痛そう。すぐに退院できそうだから心配するな。すぐに退院するんじゃないかと心配なのよ。本人に言っちゃダメなやつでくさ。なんで堂々としてるんだよ。左手が巨大化する病なのか、そっちの心配するなわら。ボーイズラブ。煩悩、違う、そうじゃない。業界の伝統、そうあい。止まっちゃった。でもやめてない、食欲なくすわ。やっぱりカッパはいたんだね。翡翠のキメラ。ゴールデンベロリバー。勢い、怖いしょ。お題も画像もずるい。くっそ。まだ開けてねえよ。一本取られた。歯が綺麗。どこでそうなった？開けたら若返るかな？やりたいことをするのは神で、できることをするのが人間だ。ヒーン。なんか言ってる。誰か訳して。うん、深い。やりたくないのに走らされる馬。アンパンマンも大したことねえな。悪魔、強い子。バイキンマンもそう思ってた。新しい顔があるのよ。倒したアロマキャンドルの火がどんどん燃え移っていく。目つき、これはやったな。ご主人逃げて。何個パス。免許返納の帰り。無免許運転、ボケないで。何やってんねん。真似しないでね。これが踏まれる感覚だ。わかるか？君か、ごめんね。かの有名な。うん、気持ちいい。人は愚かなものです。特にお前。競馬負けた日に見る夢。バレてる、これは名馬。16番人気。圧倒的大穴。有名なことわざを少しだけ変えてなんじゃそれな感じにしてください。50歩100歩。100歩、増えた。達成感がすごいな。なんじゃそれ。それではヤーミンナ症候群について説明します。まずはこの画像をご覧ください。何かわかった方は、すでに末期症状です。わかってしまった。あ、俺末期だわう。はい、僕ですね。俺は病んでるな。タイムカプセルが見つからない。いや、掘りすぎ。諦めないで。よく埋めれたな。それよりも深いのか。人生には3つの袋が必要です。お袋、胃袋、レジ袋。3円になります。圧力、目。堪忍袋が切れてる。こいつ、できる。歓喜の叫び。間違いない、さぞかし。羨ましい。歓喜か悲劇か。抱き上げた、孫が一言。高い高い。辛辣、まだ元気よ。おもちゃとお年玉はいらないのかな？ 5G も気になる。肉、憎しみを捨てなさい。信じる者は食われ、救われるのです。迷えるジンギス、子羊よ。溢れてる欲望、耐えてる。正直でよろしい。ジンギスはわざとやろ。お前ら、ハーバード大学へ行け。似てる、出る前。やられた。誰やねん。